人は忘れていく生き物刹那に生きるでケロちゃんにお任せのコーナー、今回紹介するんは篠本明穂や。くるんと巻き毛がキュート、歌むっちゃうまいやで。イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、香港、日本と移り住んどって、日本語は敬語で覚えてもうとる。誰に対しても丁寧に話してまうんや。いろんな国の言葉喋れるんて何やっけ。バイオリン関西弁やったら負けへんで。ほんまは言って健常知らずやな。ほんまや